Ixi, tinha que ser. Ucraina, casa. こっちの部屋荒れてるな。ちょっと暗いからランプ使うか。何よりちょっと俺の初期度が結構下がってきてるな。部屋が荒れてるぞ。粘膜が出てきてるな。酒瓶がいっぱいあって、向こうがちょっと空いてる。ちょっと早い。いや、反対側から塞がる。なんだ、メモが更新された。違う？記憶？裏部屋に通じる、扉が塞がれている別の入り口を探そう。あ、これがその扉なのかな？早いうちに、あった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 、素晴らしい。これが私は欲しかった。足音聞こえるんだけど怖いな。あ、今ね、しゃがんでるからね。OK、 2つあればここいらで休憩しよう。どうしよっかな。マップとかがちょっと、こっち出るとね、すごいでっかい酒樽みたいなのが3つぐらい置いてある場所があるんだよな。どうしよう。でもね、その影みたいのはこっち側に抜けてったような気がするんだな。別の入り口を探せっていうから、まあ正面からは出られないでしょ。千人突破ありがとな。ちょっとここで光に当たって山地を回復しようか。どうやって行こうか。今回かなり見やすい。よかった。ちょっとね、録画を見直したらすんげえ暗いでやんの。で、このゲームのガンマ値を上げても、ゲーム自体のガンマが上がるわけじゃなくて、ディスプレイのね、明るさが、パソコンの設定の明るさが上がってるだけであって、録画のやつは全くそのまま、デフォルトの暗さだから、ちょっとね。じゃあ、こっち行ってみるか。ちょっと開けてチェックしてこう。引くタイプだ。暗いな。誰もいない。あ、でも扉が開いてるってことは、多分ね、まあ、誰かしら通ったことがあるから扉開いてるってことだな。油が欲しいな。ランタンに使う。これは地下？おおおお、扉が急激に閉まった。やばいやばいやばい、相当来てる、相当来てる。サンチが息してない。どうする？こっちに来る気配はなさそうだが、もうなんか相当やられた。動きが鈍い。大丈夫か俺。聞こえないものまで聞こえてきそうだな。どうしよう。ちょっと休憩するしかもう選択肢がない。マジか、はめられたな。一気に来たな。風かな。何もいないのにそこのドアも閉まったから。この瓶でちょっと来たら対抗するぐらいしか俺やることがないぞ。投げるぐらいか。引っ込めやねえ。 ふざけんなこの野郎、バカ野郎。そんな歌聞きたくねえんだよ。 くっそ、どっから来るかな。あ、だいぶ治ってきた。操作がね、もうもたついてたから、ヤジ飛ばしてやろうかなと思ってる。ダメだ、まだ息してない初期のが。まだ俺一回も確か死んだことはないかな。ホーリーさんいらっしゃい。そう、ログインしないとコメントできないようになってますからね、気づけてね。
くっそ、もうここでだいぶ時間を取られるな。全然回復しないな。もう少しこう火に当たったらすぐこう復活するとかじゃないのかな。あったかい。そうだな、火に当たってるとあの頃を思い出すな。俺がまだ城にこう来たばっかりの頃、何か試験管、これだね、こいつか、化学薬品ポット、こいつに薬品を作って入れなきゃいけなかったんだけど、薬品ポットを設置する場所がなんか微妙な反転で判定で流れ出てくるとこにね、設置しようとしてもなぜか設置できなかった。なんでだろうなと思って、まさかなと思って、その左の中流れ出るポイントみたいな場所があって、そこにね、マウスポイント合わせて設置したら置けたっていうふざけた設定だぜ。で、多分あれね、順番とか特に関係ないと思うんだよな。素材さえ集まってれば何の問題もなかったと思う。あれはちょっとイラッときたな。そんな、ちょっとマジでこれ全然回復しない。ダニエルビビりすぎだ。後ろは誰もいませんよ。どうしよう、この先進まない方がいいのかな。言って道は一つでしょう。くそ、全然回復しない。これ回復してんのか。まあでもね、あのさっきやばかったからね、やってる俺は一番わかりやすかったんだけども、ぐにゃんぐにゃんでちょっと勝手にしゃがんでるし、なおかつあの重いっていうか操作が重い。左右に動かしてもね、全然こう遅いんだよね。一旦戻るか。あ、戻ってきた。いやーでもこの先行くしかないだろう。アークはがっつし攻められた。誰もいませんよね。あ、手紙がある。 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change color, shape,and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care, and we discussed how rocks change form. He told me about the nature of glass.How it eventually collapses on itself, like ice slowly melting over the course of centuries. Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling that these shards have otherworldly properties. 音が小さい。ちょっと待ってね。これぐらいでちょうどいいだろう。で、まあ、今の紙に書かれてたことは、なんかオーブのかけらをね、見つけて、それぐにゃんぐにゃんなってるぜっていうことか。説明の背の字もなさそうだが、オッケー、マチゲット。ちょっと音でかいな、これな。6ぐらいがちょうどいいな。この先進めないのか?くそ、誰だ、ドア閉めやがって。いないよな、誰も。おい、なんか骨が置いてあるぞ。骨どころじゃないよ。あ、どうしよう。他に進むべき。このあれつけるか。幻聴まで聞こえてきたぜ。どうしようかな。あ、もうない、オイルがない、オイルが。裏口への行き方を他に探れ、他のルートで行けっていうか、もうここは絶対開かないんだと思うな。
影はもしかしたら俺と一緒に常にどっかの部屋にいるのかもしれない。でもなんかね、なんだろう、床がきしむ音みたいのが聞こえるけど、ここは床石だから多分上か、上のどこかで誰か歩いてるのかな。少しは回復したか。暗いな。あー、マッチ使いたくないけど、ここでオイルないかな。どうする、切れちまうぞこれ。切れた。暗いな。他に行く道、バイがじりじり削れてる。どこか裏に通じる道があるはずだ。暗いの狭いの怖いよ。ここら辺かな。ないな。おお、ちょっとこれ前に出てるけど、まあ詰めてないだけか。どうしようかな。こういうのは苦手だぜ、謎解きは。あったあった、見えた見えた、大佐見えた、明かりが漏れてるやん、そこ、あそこね。ちょっと回復して、よし、あそこのなんだろうな、樽じゃないな、箱をどかせばテレテテテレテテンってなるはずだから、行くぞ。よっこいしょ。邪魔だ、おら。その誰に向かってそんなとこに居座ってるんだ。どけ、そこどけ。明るい。おお、ちょっと待って。とりあえず裏口は見つけたけど、ってかいいの、そんな裏口で。誰でも入れるでしょうが。何かないかな、アイテムは。おう、イエス、来た。ランタンのオイルを完全に補充した。これは来てるだろ、これマックスだよ、マックス。これは来てるな。少し楽になったね。満杯だよ、満杯。さあ、じゃあちょっと探索するか。あんまりね、なんだこれは、ロープで引っ張られてて、あれ回せばここ開きそうだね。アイテムをゲットして、マッチゲット。他には宝箱あるぞ。テレレレレレレテレレレって、おいちゃテレレレ、よし、2つ入ってたな。結構入ってたな、これ。さあ、ぐるぐる回すか。クランク、何かがちょっと引っかかってる、言うけどさ、え、そういうのわからないよ。ちょっと待って、なんか直すとかあるの。俺ちょっとエンジニアでもなんでもないからな。ここはあれか、アイザックさんを呼ぶかな。このハッチは手に上げるには重すぎる。そんなことなさそうだけどな。結構、あ、結構使っちゃった。あー、ロープをよく見てって言って、なんかね、引っかかってるもんね、あれ。すでにもうさ、ここにいる時点であれ一個だけ引っかかってるような気がするんだよな。これでぶつければいけるかな。あっちょ、まあ大佐、いいセンスだ。
オッケー、クリアしましたね。お、しかも産地が回復したな。謎を解いたから。さて、開けるぞ。おりゃー。え、開いた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 。よしよし、やばいぞ。あんまりね、調子乗るとすーぐ産地下がるからな。じゃあ行くか、下に降りるか。赤いな。おお、真っ赤だな。でも電気がついてるってことは、何者かが叫んでるのかな。誰かがいるっていう証拠だよね。電気がついてるってことは、電気っていうか火がついてるってことは。お、でも次なるステージ来たんじゃない。しかし寮室へ行こう。おー、なんか全然今までとは空気が違う。もう完璧に地下だから。うっ、え、ちょっと待ってくれ。なんだこれ。え、嘘嘘嘘嘘嘘、ちょっと待ってくれ。おお、おお、嘘嘘嘘嘘。おお、いこれ、これあげちゃう。なに、なに、あっ、道に引いてるわけよ。なに、やばいやばい、一気に出血してるんですけど、回復するかもこれで。何かがいるな。これどうする。下げられないな。鳴ってる音的にこの、ちょっと待ってね、うるせえんだよ。うるせえんだよじゃなくて、何か水の中にいて、まあそいつが近づいてくるとダメージを食らう。だから箱の上を通っていけば水に浸からなければなんとかなる。で、こいつすんごいガチャガチャ言ってるって、なんか時間制限付きなんじゃないかっていうね、可能性があるわけだ。時間制限あるから、これが戻ってから行った方がいいのか、ちょっと様子見ようか。戻らないようだったらこのまま行こう。あ、ほら、言った瞬間に戻ったよ。こいつを上げて、上げてる間に多分扉が閉まりそうになるから、通るということだな。オッケー。どうしようかな。いるよな、何かが下に。なんだよ、もう骨が浮かんでるもんな、あそこ。行くか。めっちゃ怖い。なんで急にジョーズみたいになってるの。いける、ダニエルのジャンプで、ね、あそこ行ける。あそこまでジャンプで行って、あとはダッシュしかないな。それしかないぞ。行くか。3、2、1。開け、うん、ちょっと待って、ちょっと待って。もうちょっと、ちょっと待ってくれ。俺はこういうのが苦手なんだ、とてもな。とても苦手。繊細な動きを要求されるゲームはとても苦手だ。めっちゃ来てる。目に見えない何かがそこにいる。だから、ちょっと頑張ってジャンプして、ジャンプしてダッシュしかないな。ジャンプジャンプダッシュ。オッケー？ジャンプジャンプダッシュだ。しかもね、一回攻撃されただけで。今！え、え、お！
ここにいる、ここにいる。ああ、ギリギリセーフ。じゃあ行くか。いいよいいよ、いける、いける。俺ならいける、俺ならいける。そうだな。あとここ2つぐらいかな。なんで俺こんな目に行く。 なんだろうな。ちょっとね、水に入ってなければやつはなんか随分遅いみたいな動きが。はっ、取るよ、突き起こし。私の位置に気づきない。ファッキュー。どんだけだよ、そんな無理に決まってんだろうが。 扉閉まっとるかな。 これどうなんだこれ。 戻らなきゃいけないな。いや、最終的にここに来たいんだとは思うんだけどね。まあ戻るか。ライトは使わないでしょ。あん、暗い暗い。巡回してるのか。もうやだ、無理じゃんこれ。そこにいるかな。届かないからな、ここは。あ、そうだ。え、とりあえずルート覚えるか。ここが届かないから走り抜けるしかないんだよね。ここの部屋なんかないかな。あんじゃん。どうしよっかな。とりあえず今あるこの左に奥にある部屋の中入るか。それしかないね。俺をバカにしてるのか？お前はいずれこうなるみたいな感じで骸骨ここに置きやがって。もうやつは水の中しかね、手出せないみたいだから。バカ野郎！ノーダメージかな。回復薬があるだけだね。なんもない。かわいい。ちょっと誰がこんな展開を予想したか。なぜこんなことになっている。まあとりあえずスイッチを押さないとな。あー、もうこれめんどくさいな。 一番イライラするパターンだ。いや別にただ敵が見えるならいいよ。見えない上に攻撃できないわけだろ。節約もクソもないよな。出ちゃい、出ちゃい。この高い箱は登れねえな。あそこまで戻りたい。あそこまで戻して、どうしようか。イメージトレーニングしようか。イメージトレーニング、こういう時こそ落ち着いてイメージトレーニングだ。 トレーニングだ。下げる、下げたら速攻で、
一番最初は箱伝いに行く必要はなさそうだ。そこでタイムロスするから、今いるこの場所まで一気に走り抜けて乗って、で、なんかね、どうやらジャンプしながら行けば、箱に乗らなくてもね、意外とね、行けるみたいだから、で、奴に攻撃されそうになったぐらいで箱の上乗ってちょっとね、伝ってった方が早いかもしれない。で、少しぐらいね、もうね、肉を切らせて骨を断つ戦法で、まあ、相手の骨は立てないんですけど、少しぐらいダメージ食らう方がちょっと突っ込むことにするな。それで行くしかない。俺らに生き残る道はそれしかない。ああ、怖い。おお。お前そこで引っかかってるだろうな。超引っかかってるぞお前。ちゃんとこっちに来いって。 何引っかかってんだお前。ずっとそこに引っかかっててくれた方が助かるけどな。ああ来た。ああ怖い。ああうるさいなもう。ワンチャンス。行くぞ。バカ。上げてなかったちゃんと。バカ、俺のバカ。 レバー引けてない。 焦りすぎた。 さぞ面白いだろうなこの野郎お前な。何やこいつって、レバー開けないで行こうとしてんのって。追っかける必要ねえやつって。どうせ後ろでこう笑いながら追っかけてたんだろ。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、ごめんなさい。ごめんなさい、はい。そんな怒らないで。これきつい。これすんごいきつい。これなんで？アクション要素。あれ、謎解きゲーじゃないのか？まいちゃう。あ、でもね、そんなに足は速くないみたいな。あ、怖い、あ、怖い。さあ、ここまで来ました。ちゃんと上げていこうな。ちゃんと上げないとこう余裕で失敗する。セーブはね、オートセーブだから大丈夫だ。ぶっ殺されたら、まあ、ここからまたスタートするんじゃないかな。はちょっともう一回、俺の産地が、ゲームの産地どころか俺の産地が下がってしまったが、焦りすぎてね、レバーを引いたと勘違いする始末。ちゃんと上げないとね、そのうちダニエルも怒るからね、行くぞ。もうに、あの、1分しかない、1分でやるぞ。30分まで1分だ。オッケー。せい。邪魔。私の技術を見せてやろう。この跳躍力、誰にも負け。来た。まだいんのかよ。まだいるのかお前この野郎。ということでね、30分来たから一度休憩入ります。